こんにちは、井上です。今日は独立後効率化したいなら遊びにお金をかけようという話をします。先日ですね、届いたのはこれですね。プレイステーション VR2 というので、これはゲームなんですけど、ゲームの機器で新しいのが出ました。で、VR も持っていて、VR は6年ちょっと前に発売されたものなんですけど、その時からの進化が凄まじいです。で、これ、今回コントローラーもちゃんとついてて、こういうやつですね。こういうやつで、こうやって持ってると。で、被るときは、PS5 つないでってことなんですけども、メガネつけてても使えます。だから夜はメガネなんで、それでつけてるんですけど、こんな感じですね。こんな感じで、ちょっと見えないですけど、こんな感じ。怪しいですよね。めちゃくちゃ怪しいですけども、普通のコントローラーでも使えたりして、このレースゲームとか、シューティングゲームとかの、この、普通のアクションゲームなんかも、全面、バーチャルリアリティってことで、その画面をお見せできないわけなんですけども、これ被ってみないと、景色っていうのは見えないんで、これは、素晴らしいなと、素晴らしい技術の進歩だなと感動しております。以前もよく使ってたんですけども、やっぱり画像が荒かったんですよね。画像が荒いっていうのもあって、ちょっとバーチャルリアリティっていうには興ざめな部分もあったんですけど、今回はもう 4K で HDR で、HDR っていうのが、光の表現がすごく綺麗なんですけども、やっぱり今回はその光が綺麗で、上をこうやって見渡すって感じですね。別にゲームしなくても、その中にいるだけでも面白いやって感じではあるんですけども、で、その中でいろいろ歩いたり、前に進んだりとか、戦ったりみたいなのがあって、非常に楽しく、これはおすすめではあります。今、PS5 でしか使えないんですけども、もう今手に入りやすくはなってるんで、それとセットで買うと考えたら結構高いんですけど、5が5万円ぐらいか。5万円、6万円弱で、これが本体だけだと7万5千円します。で、幸いと言いますか、今手に入るんですよね。昔の時はなかなか手に入らなくて、ヨドバシカメラに並びに行って整理券を取ってということをしてたんですけども、で、その後しばらく手に入らなくて、行ってよかったなとはその時は思ってたんですけど、今の時代はさすがにそういうのはなくて、ネットで予約するか、抽選かで。で、今回は普通に買えます。で、プレス5も買えるんで。で、ただ、ソフトが、ホライゾンっていうソフトが付いてるものは8万円、79,980円なんですけど、このソフトがまたおすすめではあるんで、このセットで買っといた方がいいんじゃないかなと思います。セットで買わないと、バラバラで買うとプラス2000円ぐらいになりますんで、プレス5ってあるのかな。ゲームから離れていた方も、プレスト5、アマゾンだと6万円ですね。6万円、上がったのか、6万円なんで、2つ買ってしまうとちょっと高いは高いんですけど、6万とか13万とかになるんですけど、でもその価値はあると思います、プレスト5も。プレス5はプレスト4から考えると、そんなにめちゃくちゃ驚きっていうのはないんですけども、これをやるために、プレスト5は必要なんで、4は使えないんですよ。4には使えないんで、5を買う必要があるんで、致し方ないかなってところであります。こういう体験ってやっぱり大事かなと思いますし、最新のテクノロジーを体験しておくっていうのは、IT に強くなるためにも大事ではあります。で、じゃあ、今回8万円っていうのは、ちょっと経費にはできないですよね。いろいろ理由はつけることできますけども、こうやって YouTube で取り上げたっていうと、それで経費にできるんだったら何でも経費にできるってことになっちゃうんで、私は IT 関係のものは経費に落としてますけど、さすがにプレス5はなぁと、理由はつけられなくもないですけど、入れてないです。だからこの VR2 も入れられないかなというところです。で、その経費に入れられないもの、経費に入れられるからどう買う？そうじゃないから買わないっていう線引きっていうのは、ちょっとあまりおすすめはしないんですよね。
経費に入れられないもの、プライベート、自分で遊びに使ったりとか、友人と遊んだり、で、家族と遊んだりと出かけたりっていうものって大事ではありますんで、むしろそちらの経費を思い切って使っておくと仕事の効率化っていうのは考えられます。まあ、なぜかというと、やはりそのお金を捻出するには、まあ、ご存知の通り税金を払った後の金額を使わなきゃいけないと。これフリーランスの場合もそうです。フリーランスの場合は自分に給料っていうのを払えないんで、結果的にそのこういうものを買って経費に落とさないっていうことは税金を払ってるってことにはなるんですけど、法人の場合は会社から自分に給料を払うことができるんで、まあ、その中でこういったものを買っていくということにはなります。まあ、そうするとこの会社から給料を受け取るとそこに所得税というのは所得税住民税がかかるんで、まあ、それを差し引いたもので買っていかなきゃいけないと。だからそのお金をキープしておかなきゃいけないということにはなります。まあ、通常だと家賃とか光熱費とかもかかるわけで、まあ、そういったものをにお金を払うって考えたときに、事業の方でも利益を出しておかなきゃいけないと。売上があって、経費があって、で、その差額の利益っていうのを増やしておかなきゃいけないと。まあ、利益イコールお金ではないんですけども、ざっくり言うと。そうなりますんで、そこを増やさないとって考えると、やはり効率を考えておかないといけないかなというところです。まあ、稼ぎの効率ですよね。で、そしてもちろんこういうものを楽しむ、プライベートを楽しむと、で、経費にならないもので楽しむっていう時には時間も必要ですので、まあ、そこの効率も考えなきゃ、当然考えなきゃいけないと。だから私はまあそういったものを結構トライアスロンもそうですし、ゲームもそうなんですけど、娘に遊びに行くのもそうなんですけども、そういったところに時間とお金を使ってるから仕事を効率化できています。まあ、効率化せざるを得ないので、むしろ効率化したいっていうこのプラスのエネルギーが生まれるんで、でそこでちょっと気をつけなきゃいけないのは、さっさと仕事を終わらせてっていう感覚もちょっと違うかなと私は思ってます。まあ、仕事も楽しいもので、遊びも楽しいものでものなんだけども、効率化できるものは効率化していくと。だから仕事でも効率化できることはしておきたいし、遊びでも効率化しておきたいことは効率化しておきたいなというところです。だから私はこの遊び、ゲームでも一応効率化っていうのは考えていて、コントローラーを取りやすい場所に置いておくとか、で、まあ、これは、難しいところではあるんですけど、よくプレイするゲームはもうダウンロード版で買うとかですね。今、ダウンロード版とパッケージ版っていうのがあって、パッケージ版だとまあ通常買って、で、それ届くまでに時間がかかって、まあ、翌日なりに、当日なりで、ね、かかって、で、なおかつディスクを入れ替えなきゃいけないと。これが結構手間なんですよね。で、よくプレイするゲームだったらダウンロード版買えばいいんですけど、ダウンロード版の方が高いんですよ。まあ、高いか同じ値段であっても、それをクリアした後にダウンロード版は売れないので、まあ、そうすると実質的にやっぱり高くはなりますよね。パッケージ版だったら、まあ、ブックオフなりメルカリなりで売れるんで、まあ、その手間もありますけども、まあ、それで7000円ぐらいで買って4000円、3000円ぐらい戻ってくるみたいな、十分プレイしてから戻ってくるっていうこともあるんで、まあ、そういうのを考えると、パッケージ版、ブルーレイ方がいいんですけど、まあ、手間を考えるとダウンロード版の方がはるかに良かったりはします。なんかそういうのも大事ですし、あとはテレビは自動でつくようにはしてはいますし、まあ、プレス5の電源入れると、ソニーのテレビだとそれで、テレビの電源が入るっていうのがあったりはするんで、まあ、そういうところで時間の効率化っていうのも考えてはいます。で、もちろんこういったお金で、プライベートにお金を使うってことを考えると、まあ、大体これ8万円なんですけども、その1.5倍の利益が必要かなと考えておけばいいかなと思います。ざっくりですね。税金を引くって考えたら。まあ、計算楽にすると2倍って考えてもいいですけども、16万円の利益を、8万円の2倍の16万円の利益を仕事の方で出しておかないと、なかなか。その16万円課税だとしても、そのから税金がかかりますんで、まあ、そういったことを考えたら、それぐらいで考えておいても
いいかなと思ってはいます。だから独立を一人でやっていて、で、まあ、時間、まあ、効率化と仕事と遊びのバランスみたいなことは考えていくっていうのは一つの方向性なんですけども、その利益は時間をかけずに利益を増やすですとか、同じ時間で上げる利益を増やしていくっていうのはやはり考えておいて私はいいんじゃないかなと思います。まあ、利益を増やすというのが何も売上をガンガン増やして広告宣伝して人を雇ってっていうわけではないん でむしろそうやってしまうと利益が下がってしまうと、売上は増えるけど利益が下がってしまうし、こういったものにかけるお金もなくなると、でもっと言うと売上をガンガン増やそうとしてると仕事も増えていくんで効率化もできなくなって、こういうものを買うはいいけど遊べないと、まあ、買うはいいけどパッケージに入ったまんまと箱を開けられないみたいな、まあ、そんなことにもなってしまうわけですよね。だからそうならないようにやはり効率化で、まあ、お金も効率化し、時間も お金が入ってくる流れも効率化して、で時間も効率化してということがやはり大事ではないかなと思います。だから先に遊んじゃえばいいかなと思うんですよね。先に遊んじゃうと時間がなくなりますので、遊ぶ時間を作っておくともう効率化っていうのを考えてしまいますので、考えることができますので、まあ、そこを目指していただくといいかなと思います。まあ、例えばこういうゲームなんかもいいでしょうし、プライベートで旅行に行くなんかもそうですし、まあ、旅行もお金を使うん で今回あと大阪マラソンに出るので、まあ、家族で大阪行って泊まって遊んで帰ってくるみたいなことをしてるんですけども、その時間とお金っていうのはやはり効率化の結果生まれたものではあります。まあ、それを生み出さないとお金って降ってきませんので、もともと持ってたりお金が降ってくればいいんでしょうけども、お金を独立後で作っていかなきゃいけないんで、ただそれが独立前と比べるとそのお金を作れると、時間もお金も作りようがあるということはやっぱりメリットではありますよね。ね、それが減ってしまうという可能性もあるんですけども、独立前だと一定のお金はとりあえず計算はできるんですけど、独立後ってそれが計算できないんで、ただ増やせる可能性もあるし減らせる可能性もあるんで、まあ、そこをうまく手綱さばきをして楽しんでいければいいんじゃないかなとは思っています。まあ、というわけで、まあ、遊びましょうということです。遊ぶことで効率化になりますん で経費にならないもので、仕事にならないものっていうのをぜひやってみていただければ、まあ、仕事にならないものってあれなんですけど、まあ、こういうのも体験することによって仕事のフィードバックはありますからね。